6月ってさくらんぼが旬なの？そうなのかな。ぼやっきーさんありがとう、さくらんぼ。りょうじいさんファイト、ありがとう、ありがとう。ゆうきさんさくらんぼありがとう、ありがとうございます。この配信はまあちょっと皆さんに生存していますよ、生きてるよっていうことを教える配信なので、まあ15分ぐらいしますね15分、生きてるよってみんなに、生きてることをみんなに伝えたい配信です。でそれで、あいでそれで今日はちょっと筋トレに行きます。筋トレをします。昨日も引き続きありがとうございます、ありがとう。皆様こんばんは。あ、七並べしたよ。バナナテーブルさんありがとう、レインボースター。あ、やっぱさくらんぼの季節なんだ、すごい。きよ兄さんさくらんぼありがとう、りょうじいさんもさくらんぼありがとう、りょうじいさんかわいい、なんかクリームみたいな花びらありがとう、かわいいよね。おみかんちゃんかわいい、ありがとう今日も生きてて偉い、みんな生きてて偉い、マジ6月一発目からもうみんな生きててほんと偉い。今日は水曜日か、水曜日なのに生きてて偉い幸せだ、生きてる。リコチさん生きてます、リコチだよみんな。うーん、6月4日に僕の太陽公演があってさ、その髪型を今考えてる、もうすでにストレートおろしにしようかなって考えてるけど、前回ストレートおろしで僕の太陽公演で出たんだよね、顎ポリポリしちゃったもうすでに考えてる。りょたくん、ありがとう、さくらんぼケーキおいしそう、ありがとう。さくらんぼケーキ食べたいね、さくらんぼケーキいいね。生きててくれてありがとう、偉いって、うん、優しい世界、野菜生活野菜生活、ありがとう。ツイッターの写真好きってありがとう、保存してくれて嬉しい。なんかスマホのホーム画とかにして、ロック画面とか、中年太りの二十歳です私。偉いよみんな、偉いよ、偉い人がここに集結してるね。一番星桃次郎さん、桃なのにありがとう、さくらんぼありがとう。こんばんは皆さん、ほんとみんな生きてて偉すぎる。今月もメールよろしくお願いします。あ、じゃあここに書くね。お話し会受付中、メールも、一応ここでみんなにいいね、デコ出し。え、これ大丈夫かな、アイドルなんて、これ大丈夫かな、アイドルなんて呼ばないで。いいね、でも、え、デコ出しや、公演デコ出しで公演出てみたいけど、絶対私がやったら大丈夫ってなるか、ならないかな、大丈夫かな。どんな髪型にしよう悩んでます。羽村市ハッシーさん、さくらんぼありがとう。安部さんお疲れありがとう。パピコ割ろうと思いますやばい、じゃあ私ももう腹筋割る前に板チョコ割ろう。板チョコ割ろうはちょっとなんかまたなんか腹筋の響きに聞こえるから、難しいですね。腹筋割りたい、割れる、おーごめんなさい、割れるように頑張る。みんな、あ、すごいなんか降ってきたんだけど、かわいいねこのこのギフト。こんばんは皆さん、メールもよろしくお願いしますね。自己紹介メール、いえいえ
ね、おでこ出し、鼻、鼻の下伸びる鼻水出るかな、鼻水出る、なんだろう、なんだろう、読めないけど、マジおでこ出し似合うかな。角さんバラありがとう。角さん花びらもありがとう。花びらの舞ポテチパク腹筋割りたい。ポテチパクはやばい腹筋割れるように頑張りたい。頑張るけどもう腹筋に力注いで頑張る。鼻血か、鼻水じゃない、鼻血だった面白い。そう、因数分解で割っていこうぜ。とりあえず大きな数を素因数分解していきましょう。達也ポンありがとう。さくらんぼケーキありがとう。さくらんぼケーキかわいい、食べたい、ありがとう達也ポン。ほんとランダム配信でリコチ以外の STU の子からメールが来た。それはリコチだけだったってことだよね。でも私のところにも来たね。リコチだけ、リコチしかメール取ってないよっていう遠回しのアピールだね。いい子ですいい子です。私も来た、なんかすごい、私も頑張ってメール送ろうってなった。はるるんさんありがとう。さくらんぼリコちゃんポテチ、なんか片揚げポテトの黒胡椒をリネタンがすごい美味しそうに食べて、私も食べたいと思ってて、昨日6月明日5月の最後最終日だし打ち上げでもするか自分の中でって食べました。なぜ信長と剣女、このね物語のね主人公なんだと思う。私今あの恋愛シミュレーションゲームをしていて、武将と恋愛するんですけど武将と恋愛をするんですけどゲームの中で、でそれでなんか舞台にしてるのが本能寺の変なんで、変なんだよね、本能寺の変で、でそれでなんか本能寺の変でなんかやっぱその時期って織田信長じゃん、織田信長、だから織田信長がなんか多分ねメインキャラクターなんだよね、このストーリーを続けていくにあたっての。でなんか可愛がってやるよみたいな感じ言われるの、信長に。えみたいな、え信長様みたいな私もなんかえみたいな、手のひらで転がされてて普通に、信長様みたいな感じ でそれで、でもなんか信長だとなんか楽しいかなと思ってきて、うーんって思ってきてね。そう、え教えてあげるアプリの名前、あアプリの名前、アプリの名前、イケメン戦国ですイケメン戦国です、イケメン戦国イケメン戦国、イケメン戦国私もう大丈夫って感じ、リコちゃん、リコちゃんイケメン戦国楽しんでます皆さんあー面白い。モビさんハートありがとう。もう七並べしろよって感じじゃん。いや七並べもしたの、なんかイケメン戦国してる間に、あ七並べしてないと思って七並べしようって七並べもしました。そうそう、もう戦国時代、戦国だよ、だって、え1582年、そうたっきゅん、絵描きくまちゃんありがとう、ありがとう、かわいいよねこのくまちゃんベタなネーミングでしょもう面白いんだけど、えで戦国武将とか全然知らないけど、なんか今蘭丸くん、織田信長のすごい、織田信長にすごい寵愛されていたと言われる森蘭丸くん、すごいなんか美少年、歴史の中では名を轟かせるほどの美少年と今会話してますね
ラーマル君は本当に覚悟を決めているようで平然としている。美少年すぎるんよな。絶対さ、絶対さ、こんな髪の毛の色じゃないしさ、絶対こんな髪の毛ツンツンさせないしさ、絶対さ、こんななんかフードみたいなさ、フードみたいな服ないでしょ。何時代なんだろう、何時代ですか。1582年、明智光秀出てくるよ。明智光秀はなんか、そう、蘭丸くんめっちゃ可愛いんだけど、そう、弟系、うん、芸能人で言うと蘭丸くんはあの千葉雄大さんみたいな顔をしています、このゲームの中だと。そう、うーん、私ね結構ね、あのね、そう、私そう美形すぎんのはいまいちなんだね。そう、あのね、私結構あの顔じゃなくやっぱね、男らしさ、やっぱこう、この時代やっぱ男らしさが必要でしょ、この時代生き抜くには。あ、戦国時代、安土桃山時代なんだね。そうなんだ、そう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 、え、この時代生き抜くにはやっぱ男らしさが必要でしょ。文ちゃんハートありがとう。そうだから私が選んだのは俺だな。いいと思う、いいと思う。やっぱゴリゴリマッチョしか勝たない。そうそう、人生方向音痴さん、花びらありがとう。シックスパック頑張ろう。戦国イケメン、イケメン戦国になろうよ。イケメン戦国に。信じられない、自分の命を守ることは現代では当たり前で悪いことじゃないのに。あ、なんか蘭丸くんが切腹するみたいな感じに今なってて、やっぱ男、そう、漢字の漢と書いて男と読むやつ。そう、あー、でもね、なんかね、そう、中山きんにさんがマジで私は結構タイプですね。中山きんにさん、うん、あ、どう、お酒を樽で飲むタイプっていうよりは、あのね、え、このゲーム7周年なの、すごいね。え、なんかね、肉にがっつく、わかんないわかんない、手で肉食べてるみたいな感じかな。うん、え、武田信玄は恋人過去男性に送ったラブレターが後世まで残ってしまう。やばい、やばいじゃん。だから俺行ってくるね。あ、どこに行くの。ごめんなさい。頑張れ、パワー、やー、パワー、やー。え、全然タンクトップ系男子並んでください、ぜひとも。私に男アピール、ぜひ。女の子でも男アピールしてください。おたか、そう、そう、中身から男気あふれてって感じ。そう、片手で、あー、リング歩け、リング歩け、いいね。あ、なんか切腹、ん、2人で、あ、切られるんですね。あの、今蘭丸くんが切られようとしてて、風に流れてしまった言葉を聞き返すと、蘭丸くんはにっこりと満面の笑みを浮かべる。ありがとうって言ったんだよ。ありがとう、ありがとう。え、じゃあ23時までするね。天の主って書いて天主、うん、よくわからん。この城の一番高いところだよ。あ、信長様の部屋に行きました。眠って行ってないみたい。入室許可出たって。蘭丸くんが、蘭丸、なぜ戻った。本能寺で逃げ出した秘霊をお詫びするためです。森蘭丸、切腹覚悟で参りました。ほう、信長様、蘭丸くんを見ても驚いたり喜んだりしてなかった。天守か、え、すごい、なんで知ってるの。みんなイケメン戦国してる、もしかして。もしかしてイケメン戦国してる。うーん、こんにちは、今こんばんは皆さん、私は今イケメン戦国頑張ってます。りょたくん最高、ありがとう。ありがとう。りこちとお話しするために始めてみるって。いいよ。じゃあ推し部署について語ろう。何の話？アプリゲーム？ゲームアプリ？
人気アプリなんかさ、なんかあのゲーム、なんかスマホゲームを始めて広告に出てくるの、それなんか楽しそうだなと思ったから始めた。気温にありがとう花束、ありがとう常識やぞってバレたか、うん、本能寺からそう生き延びちゃったの、実は私が助けちゃって、私が助けちゃって相当怒ってるのかな。であればリコ、貴様はなぜここにいる。冷たい瞳で見据えられ、昼間のことを思い出して背筋が冷える。私は声が震える。ダメダメ、しっかりしろ私頭の中でめっちゃなんか遊園地、自分で自分に喝を入れ、信長様を見つめ返した。蘭丸くんとは出会ったばかりですが、これでも見過ごせなかったんです、この状況が。信長様がイケメンなんよな、絶対こんな着崩してないって、絶対こんな着崩してないから、この着物なんで、何のためにこんなカシャカシャみたいについてる、絶対こんな髪の毛生えてないって信長様だってさ、私の知ってるさ織田信長はさちょんまげだよ、織田信長。ほら、なんでこんななんか最近流行ってる、なんかあれってそう、私が選んだのはケンニョでした。ケンニョ様、一番男らしかったので、ケンニョが見た目的にセクシー信長です。ね、ちょっとナレーションっぽくいくね正直私がこの場で役に立てる自信はないけど、もし蘭丸くんが切られそうになったら止めるか誰か呼ぶぐらいはできる。もうね、この主人公めっちゃ自分のこと強いと思ってるの。つまり蘭丸の罪を軽くする男願いに来たわけか。絶対男願いじゃないよね、宦官だよねそう、ちょびひげ、もう若いんだけどのこれ、うん、かっこいい。はい、私の、間違えた、信長の声で読んじゃった。私の答えを聞き、信長様は再び蘭丸くんへ視線を戻した。本願寺、蘭丸よ、詫びた後はどうする。また小生として、あ、私誰、また小生として信長様に仕えたいと思っています。信長様てん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 。信長様は蘭丸くんの意思を確かめるように鋭く見つめる。蘭丸くんを信じてお願い。この主人公、私も自分のこと小生って呼ぼうかな。ヒリヒリと肌を刺す緊張感が部屋を満たして、それな、信長様絶対ワックス使ってるって蘭丸、貴様に初太を下す。古生か、小生じゃなく古生か。え、なんで知ってるの、やっぱイケメン戦国してる私七並べより小さイケメン戦国してる、やばいやばいやばい、なんかさイケメン、なんかさ七並べの CM みたいになりそう。古生は古生の人生を貫きたいですなんか私が今何をしていたんだろう。え、もうなんか七並べの CM みたいなんできそう、なんかツッ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 、なんかさ、うん、じゃあ一緒にイケメン戦国する。メンバーも続々参戦、イケメン戦国やばすぎる。古生か、サタ待って、私最後に、あ貴様にサタを下すあ、信長友さんかわいい、ありがとう、かわいい、ありがとう。信長友、エドモンドが恋の試練発生した、やばい、みんな恋の試練発生した、やばい、何恋の試練って何恋の試練って。本編続編の恋の試練突破で恋のハート9個がもらえるよあなたの姫度475、やばいやばい、私姫度475だって、やばい
ボイス聞かなきゃ、やばい。彼が褒めてくれてるみたい。ボイスボタンをタップしてみよう。ボイスは保存されませんのでご注意ください。やばい、ちょっと聞いてみるね。やばい、忠告は聞かないのか、鬼に食われても知らぬぞ、だって。姫度高くない？結構高くない？私の姫度。イケメン戦国七並びよりイケメン戦国しててごめんなさい。暇なのリコチって、うん、暇なの。面白い。恋の試練突破だって。え、突破したの？いつの間に？やばい、私ケンニョにお嬢さんって呼ばれてんだよね。受けてっておけ、お嬢さん。やば、ケンニョの瞳みたいな、なんかよくわからんけど。本能寺の変の夜、次回予告。本能寺の変の夜、森で出会った謎の僧侶、再び相まみえた彼は血だまりの中佇んでいて。ケンニョ、答えろ。あの夜どのようにして本能寺に潜り込んだ？ケンニョってこういう声よ、本当に。分からん。課金しそう。あ、安心して、私課金税じゃないから。非課金税だから。非課金税インストールしてきた。やばい、みんながイケメン戦国しちゃう。通信しようみたいな。通信しようって。で、僧侶と恋してんの、やばい。ちょっと私も僧侶になるかも。姫たん、姫度絶対高いよね。リコちゃんキュンキュンしたん？キュンキュンしてる。リコ姫なの。うん、物語を読む。乱丸、貴様に諸沙汰を出す、下す。沙汰を下す。あ、でもね、信長って結構可愛い声してたんだよね。引き続き小生として、間違えた、小将として己の務めを果たせ。いいんですか？貴様から願い出ておきながら何を寝ぼけたことを言っている。こんなにあっさり、こんなにあっさり認めてもらえると思っていなくて。蘭丸くんも私と同じ気持ちのようで、驚きに瞳を揺らしている。イケメンで勝負しよう。メンバーも続々参戦。本当にやだ、本当に僧侶との恋して、本当やばすぎるでしょ、本当に。え、検索池入れた瞬間に出てきたの、すごいね。確かに反応字の変、トゥ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 、反応字の変だよね。イケメン戦国に本当にハマってて、私配信始めるまでもちょっとイケメン戦国してたもん、うん。一方、信長様は私をちらっと見るとさも当然といった口調で答えた。貴様はリコと今宵初めて会ったにもかかわらず共に俺のもとへ来た。出会って間もない人間を味方につけるのは貴様の才だ。その有用な男をみすみす捨てておくには惜しい。ありがとうございます、よかった。ほっとして、こわばっていた体から力が抜けていくけれど、続いて告げられた信長様の一言で瞬く間に緊張感がぶり返した。だが、もし貴様が敵に回るようなことがあれば、その時は迷いなく斬る。いいな。はい。さらっと言い放つ信長様に蘭丸くんは深く頭を下げる。ぶり返したよ。蘭丸かわいいね。ん？ほっぺをピニプニした武士を指で鉄線で折った、すごい子。そんなに可愛いの？そしてそんなに強いの？待って、それは蘭丸に来い。それはちょっとギャップに来い。え、やばくない？こうやってプニプニ、これこういうことでしょ？やばい、それはちょっと蘭丸ポイント高いよ。蘭丸ポイント高いよ、それは。やば。ね、なんでさ、みんなさ、なんでさ、4人ぐらいさ、キルでさ、あのキルでさ、なんか大喜利みたいなのしてんの？ BGM 爆音で草だって。電車の中とかだったらさ、ほんと STU48 の七並べ、
おじさんたちのスマホにイケメン戦国が続々とダウンロードされています。そう、なんでこんなにダウンロードされてるんだろうって。イケメン戦国の中の人もびっくり。蘭丸の弟、当時10歳、めっちゃ強いやん。新一さんありがとう。花びら、え、ちょっとやめられん。蘭丸くんは有用だって言ったばっかりなのに、敵だったら即切るんだなんて。やっぱり私にはついていけない。この時代も信長様も。昼間感じた恐ろしさがさらに色濃く胸に刻まれた。STU48 とイケメン戦国。その翌日、昨夜の恐怖を何かと飲み込み、なんとか飲み込み、私は本格的に世話役の仕事を始めていた。ダウンロードした、やばい。本当にオープニングが必要以上に長い。大切、オープニングめっちゃ大切だから。私オープニングでケンニョと出会って、私ケンニョに恋したから。そう、絶対出会えるよ、好きな武将にあなたの一番の武将に出会えるから、そのオープニングで頑張って面白い。蘭丸のお父さんもお兄さんも弟もゴリマッチョ。え、蘭丸は、蘭丸は明日からはイケメンの方やるかな七並べより明日は七並べしよう。イケメン戦国もやるけど七並べもしよう。しんいちさんハートありがとう。それの七並べイベント中にファン巻き込んでイケメン戦国やるの本当にちょっと良くないでしょ。え、途中で変えられるの、え、変えられないから、ちょっとなんか なんとなく悩んできて、あの剣女で良かったかなって思い始めちゃったの、なんだかんだ。なんか剣女じゃなくてって思い始めてきた。信長の方が楽しかったかなって思ってきた。なんか信長だってメインストーリーのさ、なんかやつやん、やから。うん。あー、ストーチ PR 舞台狙ってるなら毛利、吉川、小笠原、おはやかわ、小早川か。村上水軍あたり狙ってほしかった。もう全然じゃん、毛利いたのに。ハルルンさんバラありがとう、ありがとう。すごいイケメン戦国に多分申し出とるでしょ、そのバラは。え、そう、変えられないの重大だからめっちゃしっかり選んで。でも私は本当にあの、もう剣女に守られたい。剣女がなんて言ったと思う。私はこの言葉で私は剣女を選んだの。剣女がどうやって泣かされたいお嬢さんって言ってきたの。泣かされたいお嬢さん私を泣かせてる、泣かせられるもんなら泣かしてみなって。それで私はあの剣女を選びました。みんなもきっとあの本当にぴったりなあの武将に出会えると思うから、本当に頑張って進めていこう。うん、あ、吉川っていうの、なんでみんな知ってるの。やっぱイケメン戦国してるでしょ。小早川か、お早川だって。私どうやって泣かされたい、やばいね、くるくるちゃんだよね。ぜひイケメン戦国一緒にしようって、うん、ぜひ一緒にイケメン戦国しようって誘おう。一向一揆、うん、一向一揆って何教えて。一向一揆って何文の仕分けって思ったより大変だったな。とりあえずこの時代の文字を読めるようにならないと。まあ、つまりこれはあのファンの方からのお手紙ですね。それを検閲みたいな感じ、検閲してるみたいな感じかな。私七並べで勝ったらね一個一個教えてくれるの。このゲームは城を燃やせませんか。あ、燃やせませんね。花火起こせませんね。次は広間で蘭丸くんが待ってるんだっけ。そうして広間へ向かおうとしたその時、蘭丸様、廊下の先から黄色い声が響いてくる。今蘭丸様って言ってたよね。ということは、足を向けると案の定蘭丸くんが女中さんたちに囲まれていた。無事にお戻りになられてよかったです。私たちとっても心配しておりました。みんなありがとう。俺これからはもっと頑張るからよろしくね。はい、蘭丸くんすごい人気。朝からずっと思ってたけど、まるで復帰したアイドルみたい。
蘭丸くん、うん、なるほどね。なんで蘭丸くんばっかなのこのストーリー。他にも見せてよ。黄色い千円だった。一個一機大名とか、あ、仏様がいれば国は大丈夫だと一機起こす。あ、すごいね。そういうことか。偉い人、なんか頼れる仏とかいたらもう大丈夫って思うこと思って一気を起こすんだ。仏しか勝たん、一気一個一気って感じだよね。あ、じゃあリコチがいればこの国は大丈夫、リコリキー。ごめんなさい、そんなこと言ったら本当に歴史に怒られるからやめとこう。うん、そういうことだよね。ちょっと私今あの前言撤回したい。今切腹、切腹です。明日メール来なかったらイケメン戦国してるって理解しといて。本当にちょっとお願い。絶対イケメン戦国してると思う私。本当に達也ポン可愛いとかっこいい、ありがとう。なあなあ、女中男同士で恋の問題すごいね。でもいいと思う。今朝から故障に戻った蘭丸くんは歩くだけでいろんな人に声をかけられ、城内の各所で引っ張りだこだった。昨日信長様が言ってた蘭丸くんの才能ってコミュニケーション力だよね。確かにこれは立派な才能だ。少し離れたところから蘭丸くんたちを見ていると、ええ、復帰早々威勢がいいな。始まった、またなんか新たなやつが現れた。やばい、どうしようどうしよう。へえ、復帰早々威勢がいいな。後ろから聞こえた楽しげな声に、ん、楽しげな声だったんだ。はっと振り返る。正宗さん、家康さん、やばい、正宗で、私さ正宗も迷ったんよ。正宗もなんかさ、あのお目怪我してる、傷つけてるんでしょ。なんかそれでもなんかかっこいいなとかってちょっと。家康とか絶対金髪じゃないじゃん黒髪でしょ絶対。昨日のギラッとした、え、私めっちゃ、待って、配信でさみんなのことを置いてけぼりにしながらイケメン戦国してるんだけど大丈夫そう。今気づいたけど私イケメン戦国にめっちゃ夢中なんだけど、どうしたらいいどうしたらいい、やばいやばい、始めちまった。名前はリコでいいか、だってリコでいいよやばいやばいじゃん、誰選ぶの。そう、眼帯してるからかっこいいかなと思って。メバチコなのかな、正宗。あ、病気で見えなくなっちゃったの。いや、メバチコだったら私絶対正宗選んできた。うん、選んでたわ、正宗のこと。あって、あ、お揃いみたいな、メバチコ。あら、へえ、名前覚えてたんだ。いろいろ足りてなさそうだったからすぐに覚えられないと思ってた。家康。そんな失礼なことしません。家康はこういう言い方しかできないやつだ。悪気はない、許せ、リコ。やばい、なんか伊達政宗だよねこの人。伊達政宗さん好きかもしれない。はい、な、病気で失明しちゃったんだ。そうなんだね。リコ、愛してもいい？いいよ。私、イケメン戦国かな、私。リコが思い出して病になってもいい？いいよ。私、イケメン戦国の中かな、もしかして、ここ。カピバラミキア君、バラありがとう。ありがとう。伊達政宗、オラオラ系。なんか、ちょっと物分かりのいい、なんか、頼りになる、なんだろう、なんかなんて言ったらいいんだろう、頼りになるタイプだよ。とりあえずとにかく頼りになる、なんかちょっと面倒見のいいタイプ。そう、多分そう。トンチ武将って何？トンチって。枝豆もいいけどずんだもいいだろうって。文化財クラッシャー、利休の茶壺、何、茶尺か。所得やばくねえか、伊達政宗。大丈夫そう大丈夫そう。リスケも出てくるかな。
そのゲームのイベント5位以内に入るとサイン入り T シャツもらえるの。もらえたらどうする？STU で恋愛ゲーム作れたら作りたい、ね、え、オラオラ系どうだろう。え、どうなんだろう。私まだ分からなくて、あのちょっとが、あの選んでる、本当に頑張って、うん、私どういうタイプが好きなのか分かんない。だからちょっと戦国武将に教えてもらおうと思って。伊達メガネは伊達政宗から来たの。伊達を、伊達をってどういう意味。確かにほどほどにしないと。確かにゲームの話、やっぱもう七並べしなさいよあなた、あと腹筋しなさいよあなたって感じだよね。ゆるちて楽しすぎて、ちょっと本当に、え、なんかね、女の子のキャラなら本当になんか明るくて本当に可愛くてキャピキャピしてて、でもなんか弱いとこもあってみたいな、そういう子が好きなんだよ。でもちょっと武将になると分かんないよね。ちょっと伊達男、年貢は収入の8割ね。そっか、この時代って年貢もあるのかってやばいじゃん。あー、何が合ってるの、何の話今これ、何してんのこの2人。とにかくお前も話したらなら蘭丸の愛想の良さわかるだろ。はい、昨日初めて会った時もちょっと話しただけでいい人だなって思った。まあ愛想がいいだけならあそこまでもてはやされないけどね。というと？あ、信頼されてるらしい。任された仕事は期待以上でこなすって。すごそうなんですね。仕事でき、コミュニケーション力も高い、ビジネスマンの鏡。すごい。あ、たっきゅん、年貢納めありがとう。千万両年貢納めてくれてありがとう。しなるべ、明日絶対時間決めて一緒にやろう。一緒に時間決めてやろう。メールで送るね。多分ね、ショールームよりメールの方が多分あれな気がする、あれな気がする、当たりやすい気がするから、メールで送る。12時か19時とか、そこあたりにするね。称号欲しい、待ってて。やば、15分も経ってる、やばい。もうさ、もうイケメン戦国してたらあっという間なんだよ。もう筋トレせずイケメン戦国しちゃいそう。剣女髪の毛あるの。そうなの、そうなのよ。やばい、年貢蘭丸くんはアイドルじゃなくスーパーアイドルなのかも。妙に納得していると、こちらに気づいた蘭丸くんが近づいてきた。何何、俺の話。あ、待って、なんで、え、どの選択肢にしますかって。何でもできるんだね、人気者なんだね。褒めてたんだよ、褒めてたんだよかな、褒めてたんだよ。実は蘭丸くんのこと褒めてたんだよ、愛想が良くて素敵だなって。一度愛想のないお前も見てみたいな。俺はみんなと仲良くしたいから、ツンケンなしたりなんてしないよ。あんけたらみんなと進めていくイケメン武将、まさかの。多分高身長イケメンで書かれてると思うけど、その時代の平均身長157センチなんよ。そうなの、私も思って。え、剣女175センチとかだよ、絶対違うでしょ。筋トレしながらイケセンしなはれ、間違いない、間違いない。私って何師だったんだろう。普通のやつだったよね、絶対この時代にいたら。そういえばリコの世話役指導は蘭丸がやるんだってな。え、嘘、聞いてないんだけど嘘、聞いてないんだけど。そう、剣女、はい。え、あ、そうなの。あ、そうだったんだ、話聞いてなさすぎ。私敵役だろうって秀吉さんが。え、豊臣秀吉いつ出てきた。確かに、どうやって身長測ってたんだろう。確かに、
蘭丸くんのことすごく信頼してたな秀吉さん。あ、そっか、さっき飛ばしで見たけど秀吉出てきたか。お世話されちゃった蘭丸くんに。イケボ頑張ってみよう。反対に私はまだまだ全然信用してもらえてなかったけど、本当に大丈夫なの？もちろん俺がバッチリ教えるね、リコ様。僕っぽいのに俺だって骨で推測するの？残されたなんちゃらや衣類とか骨からそうって、つまり身長って概念なかったってこと？亡くなってからみたいな。秀吉いるよね、ね、豊臣秀吉何者って感じ。ありがとう。その時蘭丸くんは何かを思い出した様子で懐を探り、これ渡そうと思ってたんだ。何？何を渡そうとしてくれてたのかな。取り出したものを私に差し出した。鈴？鈴くれたの？かわいい。おすしいってやば。鈴くれたよ、かわいいんだけど。手のひらにコロンと乗せられた鈴は分かった。確かに首につけろって感じなのかな。そうなんだ。骨残ってるんだ。そうなんだね。何センチなの伊達政宗。困ったことがあったら鳴らしてね、俺すぐ飛んでくるから。はい、ポケモンでこういうのある？ポケモンでこういうストーリーある？なんかさ、バットマンのさ、なんかなんかさ、コウモリのような、誰だっけ、コウモリのようなあのサソリのようなポケモンがなんかと、なんかバットマンみたいなやってんだけど、なんかバットマンの笛を鳴らしたらバットマンが飛んでくるみたいな。クロバット、あ、違う、なんだったかな、忘れちゃった。そう、あるんよ、それやん。面白い。なんで共鳴して、あ、グライガー、そうグライガーと一緒になんかバットマンみたいな、グライみたいな。そうなのよ、共鳴できてんだけど、みんなと。てかみんなポケモン強いね。ポケモン信者すぎて。蘭丸くんはバチンと愛嬌のあるウィンクを飛ばす。この時代にもうウィンクというものがあるの？それの店員さん呼ぶ感じって、ファミレス店員さん呼びやつだって。チリンチリンチリン、こういうことでしょ。蘭丸って、チリンチリンチリン、やばくないか？大丈夫そう。工藤は木工助という官職の藤原氏だから工藤なんです。そう、なんかさ、それは知ってる。何その木工助って、なんかそういうなんか作る系の藤原氏っていうのは、なんか名前調べた時に出てきたから、おーってなったけど、何それすごい、こうすごい手先が器用なのかな、私の先祖祖先。工藤木之助、木之助、木工系なんだろうね。すごいね、私の祖先すごい。いやー、工藤。試しに鈴を鳴らしてみると、チリン、可憐な音が響いた。なんだか落ち着く音だな。こんな小さな音じゃ聞こえないでしょ。この鈴の音は聞き逃さないから絶対大丈夫。おい、お前が外にいてリコが城の中にいてもか。もちろん。こんなに自信満々で言われると本当にそうなのかもって思えてくる。本当に私なんかもうさ、このゲームにどっぷりハマってんだけど、やばい。
え、そうなんだ。大河ドラマに工藤出てくるの？すごいね。へえ、まるまるかける藤ってことか。チリンの鈴、チリーン。スタッフ、カノエイコーさん。昨日リコ様が力になってくれたから、今度は俺が役に立つ番だもん。遠慮なく使ってね。ありがとう。なんかあったら使わせてもらうね。うん。それじゃあ早速次のお仕事開始だよ。お相手選択誰にしようかなって。頑張れ、そこ大切だからね。はい、どうぞ。え、あー、びっくりした。これって地図？その後、私は地図と少しのお金を持って夕暮れの城下町を歩いていた。やだ、いいな、夕暮れの城下町だって。城下町ってこんなに賑やかだったんだ。道もだいぶ覚えられたし、初日の仕事は順調だ。蘭丸くんに渡された地図を見ながら、私は出発前のやり取りを頭に浮かべている。甲冑着てるよ。私カノエイコーさんお会いしてみたい。これって地図？うん、リコ様には町の把握をしてもらいます。町の把握？そ、正宗様も家康様も他の人たちの殿様、お殿はみんな城下にあるから、何か届け物をするとき道がわからないと困るでしょ。はあ、確かに。え、藤原あずささん超かっこいいじゃん。ならもう確かに。そっか、みんなこのお城に住んでるわけじゃないんだ。俺も一緒に行きたいんだけど、やらなきゃいけないことがいっぱいあって。一人で大丈夫？うん、地図ももらったし迷子にはならないと思う。どのみち3ヶ月間ここで暮らさなきゃいけないんだから、町は知っておいた方がいいよね。3ヶ月も？めっちゃいいホームステイじゃん。ついでにうまいもんでも食ってきたらどうだ。ほら、手出してみろ。言われた通り、手を出すとずっしりとした重みの小袋を乗せられた。やばくない？伊達様無理。政宗好きなんだけど、やばい、無理。やばい、政宗が好きかもしれない。私こんな、なんかさ、わかる？なんかちょっと、ほら、ついでに美味しいものでも食ってみたらどうだ。ジャリン、やばい、ちょっと政宗いいな。政宗やばい、政宗かもしれない私今。伊達政宗は徳川家光を喜ばせるため美少年芸能集団を持っていました。やば、ジャニーさんみたいな感じっていうことでしょ。ウケるんだけど。政宗すごいじゃん。え、でも、そうか、優しいオラオラ、優しいオラオラがいいですね。ちょっと伊達男どういう意味、調べてみる。すごいじゃん伊達男。人目を引く洒落た身なりの男、また狂気のある男。あー、が伊達政宗なんだ。え、政宗様料理してくれるの？怖いね。イケメン戦国をインストールしてから広告で恋愛幕末なんちゃらというのが出てくるようになりました。やばいじゃん、もうそういうの好きそうって思われてるじゃん AI に。え、この音もしかしてお金？わ、悪いですよ、こんなにたくさん。安土の城下は案外広いぞ。歩き回ってフラフラになったら仕事にならないだろう。適当に茶屋でも見つけて休憩してこい。無理。どこかで倒れて城に戻られませんでしたなんてことになったらそれこそ迷惑。家康やば。う、確かにそうだ。じゃあありがたく使わせてもらいます。もう、やばい、剣女頑張れ。政宗さんからもらったお金はおいしいお茶とお団子に代わり私のお腹を満たしてくれた。町全部ってわけにはいかなかったけど半分ぐらいは見て回ったよね。
ケメン上司。じゃあちょっとセリフうまく読めるように頑張るね。改めて地図を確認していく。それにしてもこの地図、蘭丸くんのお手製なのかな。すごくわかりやすい。商店が並ぶ場所には美味しいお店、おまけもしてくれるなど細かなメモ書きも添えてあった。スーパーアイドルって思ったけど、コツコツ努力してるからみんなに信頼されてるんだろうな。私も見習わなきゃ。蘭丸くんのメモも一緒に書いておこう。私は城下に出る前、巾着に写しておいた手帳とボールペンを取り出す。俺の実家あたりは伊達藩だったから政宗にしようかしら。楽しんどるじゃん。もう語尾にハートまでつけちゃって。イケメン戦国楽しんでる人いますか。ちょっと私も熱くなっちゃった。みんな魅力的では。そうなのよ、伊達様も蘭丸くんも選べないよ。もう選べないよ。なんならもうさ、信長もいいしさ、もう選べないよ私。なんで。でも権利を、私は権利を信じている。私は権利を信じている。政宗料理できんの、すごい。仙台味噌は政宗の時すごいね。本当に You're easy to start and stop things。 そうだよ、熱しやすく冷めやすい。それを絵文字で表現してるよね。そうだよ、そう。だから急にカフェラテにハマったけど、もう飲まなくなっちゃった。いや今日は飲んでない。また飲むかもしれんけど。しささみ揚げにハマったけど、昨日も今日も売ってなかったから挫折したし。そうなんだよな、本当に熱しやすく冷めやすいんだよな。Easy to be hot, easy to be cold。 こういうことですよね。なんつったらいいんだろうね、英語では。ひーちゃん、ありがとう花束。もしかしてイケメン戦国してます？絶対してない。ありがとう花束。政宗のコスプレしたいな、いつか。剣女、新蘭も選べるの？新蘭はいなかったかな。ささみ揚げめっちゃ美味しかった。そして手帳に書き写しておいた地図へメモを書き足した。確かにこれで地図を返しても後で見返せる。蘭丸くんのおかげで少しはこの時代もやっていけそう。確かに広く浅く全力に、もっと。マジそうかもしれない。私そうかもしれない。よく知ってるね。よく知ってるね。書き終えてふと顔を上げるとだいぶ日が傾いているのに気づく。そろそろ戻らないと夜までにお城に戻れないかも。背後にそびえる安土城へ。私安土城に住んでんだ。安土城へ帰ろうとしたその時、ガッ突如聞こえてきた男性の悲鳴にビクッと震える。あの路地からだ。辺りは夕暮れ時ということもあり人影が見当たらない。ドクドクと心臓が嫌な音を立て、頭の中で痙攣痙攣が鳴り響く。きっと近づいちゃいけない。分かってるけど、もし助けられる命があったとしたら。この私めっちゃすごい強い女よ。見て見ぬふりをして逃げたら私はきっと後悔する。足にぐっと力を入れ、昨夜のように勇気を振り絞って駆け出した。そこには人が、男性が二人無残な姿になって倒れていた。息ができない、苦しい。Fickle, you're so fickle. Ah, I'm so fickle. Fickle, chickle, fickle. Chickle, fickle. 心肺停止。確かに地図を黙って写したら怒られちゃうの？そうなの？
なんだ。蘭丸くん継承か、ありがとう。私の読めない漢字をみんな頭の中で読み取ってくれてありがとう。ガタガタと鼻の音が合わず声すら上げられない。私は力なくその場に崩れ落ちた。すると物音に気づいたようで刀を手に企んでいた。男性がこちらに振り返る。やばい、喉やられた。当時の変の夜、森で会った人だ。なぜ私の名前を。いや待て、ケンニョさんは私をじっと見つめるとはっと目を見合った。ケンニョ、お前はあの時の。そういうケンニョさんの刀からはわずかに血が滴っている。ケンニョ、誰、ケンニョ、ケンニョ、胃のふが喉元までせり上がるような恐怖のまたまま、私はか細い声で尋ねた。ここで何があったんですか。ケンニョ、最後の物語です。今回ここで何があったんですか。見てわからんのか。切り合いだ。織田の兵士に顔を見られては不都合だからな。そう、イノなんて読むの。イノズイプね、イノプ、イノプか。五臓六腑は読めるのにイノプ、イノプで合ってる。はい、お母様、娘さんは大正10年にタイムスリップしてしまいました。そう、ちょっとママにもちょっとみんな言っといて。ゆえに切った。あ、イノフ、ありがとう、教えてくれて。それでは聞いてください。念仏に恋して。どんな歌、どんな歌。イノフ、胃袋のこと、ありがとう、教えてくれて。すごい、よく知ってるんだね。偶然居合わせたわけじゃなく、ケンニョさんがあの人たちを。直視できない生々しい光景が背筋を凍らせる。どうしてこんなことを。あなたはお坊さんなんですよね。ケンニョさんは顔に走る傷を歪ませ、呆れたように鼻で笑った。え、どんな、鼻で笑うってどんな感じ。念仏に恋して。ナムアミダ仏、ナム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 。僧侶は人の命、僧侶は人の命を奪わないと思っているのか。能天気なおなごだ。能天気なおなごだ、私のこと。乱世の戦を動かしているのは武将だけではない。時に忍びのように敵の懐に潜り込み武器を取り争う。我が腹からはそのような者たちの集まりだ。そんな、現代の常識では常識が通じないことは昨日で十分身に染みたはずだったけれど、ふとテロップイケメン戦国にします。本当にそれの
な、そういう歌があるのかな。やばい、ケンニョかっこいい。だってさ、こんなにさ、なんかさ、もう怖くてさ、腰抜かしてさ、なんかさ、立てなくなった私のことをさ、鋭く睨みつけてくるんだよ、ケンニョさん。やばくないか。お前の問いには答えた、うん、もっと違うな、もうちょっとイケボなんだよ。お前の問いには答えた、次は私が尋ねよう。ケンニョさんは、やばい、何今、刀がここにあるんだけど、私の刀がここに、ここ賢女さんの刀今ここにあるんだけど、やばい。え、配信そっちのけで政宗様と恋愛中、政宗配信そっちのけで、ま、政宗選ばれたのは政宗でした。嘘でしょ。リコチは待って、今賢女様の刀が今ここ、鋭く光るそれを、なんかそれって言い方よくないよね、鋭く光るそれを、私の眼前に向けた。答えろ、あの夜どのようにして本能寺に潜り組んだ、なぜ信長を助けた、どうしてそんなことを知っているんですか。にゃるたんさん、ありがとう。あ、イケメン戦国、イケメン戦国の俺と戦国しないみたいな感じのあれですか、さくらんぼケーキ、ありがとう、ありがとう。さくらんぼケーキ食べてもいいの、ありがとう。眼前だ、恐怖と絶望は次第に焦りへと変わり、停止した思考を動かす。やばい、待って、みんなに見せたい画面、やばい、やばいよー、やばいよ。賢女様超イケメンなんだけど、しっかり髪の毛生えてらっしゃるし、やばい、みんな賢女推しになって、ちょっととりあえず賢女めっちゃかっこいい。ハゲちゃん、ありがとう。さくらんぼチェリーって言おうとしてまた、さくらんぼありがとう、かわいいも、かわいいも、お手紙も、結婚してありがとう。今ちょっとイケメン戦国に夢中で、ちょっと結婚どころじゃ、ちょっと戦国時代に来てください。みんながイケメン戦国に走ってる間にぴゃちゃんと対戦。そう、ジェットコースター理論でドキドキしちゃうやつだよね、もう私そうだと思うね。信長の子孫、やば、友達すごくない？え？強友達、強友達。この人が信長様とどんな関係なのかわからない。でもあまりよく思ってなさそう。けれど身を寄せているのは事実だ。それを正直に言うのはまずそう。この人マジで考えてて偉いね、この中身の人本当に。織田軍にいることを言わず、でも嘘をつかない方法、つかないで済む方法、あ、織田軍の味方ではないことと本能寺にいた理由を説明できる方法が一つあった。言うしかない。私はこの乱世の人ではありません。違えた、この乱世の人間じゃありません。500年後からあの本能寺にタイムスリップしてきただけなんです。信じてもらえるわけがなかろう、本当によ。だからあの場にいたのも信長様を助けたのもただの偶然なんです。てん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 、話す、間違えちゃった、話す気はないというのか。冷たく言い捨てて、ケンニョさんは刀を振るい上げる。私は慌てて巾着を探り、これ見てください。何を見せるの。終わりました。次回遊郭。なんとか城に帰還した私は脳裏によぎる悲惨な光景に悩まされていた。
そんな私を心配して蘭丸くんが企画したのは、蘭丸ズバリみんなで黒の大掃除大会だよ。戦国武将が大掃除は楽しいね。ほら上がってもまだやってて安心した。やってるよ。23時までとか言ってたしさ、筋トレしないととか言ってたのに。やば、鬼一口がアルバムと彼の部屋に保存されました。彼の部屋って何？恋のハート15個もゲットしたし。え、声優のお仕事してみたいよね。じゃあこれは声優のお仕事と思って、私は毎日取りたかる、こと取りかかるね。実況配信、ナレーションベース、お宝発見。え、どうしたら読めるの？わ、物語券。じゃあ動画を見て物語読もう。もう本当に楽しいんだけど。最初の15分だけ生存確認って言ってたのに、もうしっかりとイケメン戦国して遊んでるよね。イケメン戦国で楽しんじゃってんだけど私。キャピルン、え、やばいやばいな、武将っていいな。武将っていいな。彼の部屋をゲットする。本当になんかどこに保存されたの、私のなんかハートの剣みたいな。彼の部屋に、アルバムと彼の部屋に保存されましたとか言われるけど、彼の部屋って何？私、あ、やばい、タッキン結婚してって、武将に勝とうとしているな、お主。はい、物語を読むね。キピロン分からんけど可愛い。やばい、剣女の第2話が始まっちゃった。やばい、話す気はないということか。冷たく言い捨て、剣女さんは刀を振り上げる。私は慌てて巾着を探り、これ見てください。震えながらボールペンをかざした。剣女さんは、あー、これ読めるのに読めない。会議層に眉を寄せ腕を下ろす。なんだそれは。ボールペンといって筆のようなものですが、墨をつけずに書けてこの時代にはない品です。これ見せたらもうさ、今のさ書物が全部ボールペンで書かれてしまうじゃんね。もう歴史変えんな、リコ。本当にだったそれだけでお前の言い分を信じろということか。はい、他に証拠はない、これに書けるしか。あ、軽減だ、軽減。あー、軽減か、軽減そうに、軽減。うん、ピーマンさんありがとう、花束。ピーマン食べたいんだよ最近。最近の話。確かにそのような珍妙な品は初めて見る。だが私の目には南蛮から仕入れたものにしか見えん。待ってください、いくら被告の技術が進んでもこのボールペンは作れません。プラスチックという今の時代にはない素材が使われていて。黙れ。黙ります。STU48、 もしも STU48 が戦国時代にタイムリップスリップしたらという小説に誰か書いてほしい。誰か書いて、リコちゃんが主人公で書いて。威圧感のある一言が私から言葉を奪う。信長は頻繁に南蛮人と交易を行っている。珍しい船が流れてきてもおかしくはない。現にこの安土の市には位置には南蛮渡来の品が多く並んでいる。織田軍の人間、特に織田貿易ってことね。南蛮貿易ってどことどこなんだっけ。ナイジェリアじゃないです。絶対違うじゃん、ナイジェリアとか。なんだっけ、ベネズエラじゃない、絶対ベネズエラも違う。あのさ、なんか美味しそうな名前、ベトナムみたいなさ。どこだっけ、
南蛮貿易ってどこと貿易してるの？え、男性の声できてる？あー、そんなたくさん使えないんだ。さこちゃん書いて。二度は言わせるな。もし貴様に敵が回るようなことがあれば、その時は迷いなく切る。ポルトガルか。あ、そうなんだ。スペイン、ポルトガル。あ、そうなんだ。あれ？スペインとポルトガルって、はにゃ。ザビエル。ザビエルと恋がしたいの？少し会話しただけであんなに恐ろしいのに。こうして思い出すだけでも少し声が震えてしまう。それほど信長様は卑劣さ、信長様の卑劣さが心に刻まれていた。その時、え、カチャンと小さな音がその場に落ちる。え、ケンニョさんはなぜか刀をなんちゃら代わりらしい爪楊枝へしまっていた。絶対刀を爪楊枝にはしまわん。え、なんだろう、なんて読むんだろう。刀をする代わりらしいゆずえ、こずえ、刀をつる、さや代わり、さや代わりらしい金編に貿易の駅にっていう字と気変にすんって感じ。え、そう、さやさやさや、刀をさや代わりに、さや代わりらしいさやんえしまっていた。さやにしまう、てんてんてん。え、なんだこれは。金編に、お金の金に貿易の駅と奇変に一寸法師の寸、さあやんしまっていた。タイムスリップなどと狭いことで煙に巻く三段かと思ったが、本当にただの偶然だったらしいな。信じてくれた。私でも分かるほどだった先が薄くなっている。あ、尺状、天才的だ。尺状っていうものにしまったらしい。何がきっかけか分からないけど、とにかく助かってよかった。安堵に包まれていると、ケンニョさんが不意に一歩距離を縮めた。無理。あ、思わずビクッと肩を揺らすと、足を止めたケンニョさんが凄みのある笑みを浮かべる。私が怖いか、お嬢さん。ならば近づくなることだ。鬼にとっては女子どももただの生き餌だ。口移しチョコレート。あ、すんじゃない、杖だった、ごめんなさい。一寸法師の寸かと思った。寸ちゃうやん。もう私本当にもう漢字読めないの。ありがとう。ねじ込んで。やマジやばいね。鬼に食われぬよう、その脳天気さを直すのだな。好き好き。おなごどもか。あご食いはなかったけど、なんか鬼に食われたらあかんよって言われた。え、好き。ケンニョ好き。終わりました、今日のストーリー進めるの。好き好き、これは好きすぎる、やばい。今夜イケメン戦国で眠れない夜になりそうだな。やばいな。鬼いる。なんかね、ケンニョなんか鬼らしいよ。なんか分からんけど、鬼っていう言葉もちょっとなんかよく分からんんだけど、うん、好き。え、ケンニョお風呂入りながらする。うん、うん、戦国武将とお風呂入る。なんならもうやばすぎる。え、
やいいな、戦国時代行きたいな、ドキドキ止まんない。やばいやばいよ、乙女になっちゃった、リコちゃん鬼になっちゃった、間違えた、乙女になっちゃった、鬼になったらいけない、乙女になっちゃった。やばい、どうやってもとも読めるの次の。やばい、もう課金しちゃいそう、やばいやばいやばい、物語券を購入するだって無理無理無理、購入なんてできないよ、さすがに戦国武将にお金は払えません。やばいやばい、森蘭丸のお兄さんが鬼武将と鬼武将と呼ばれていましたよ。鬼は何ですか、鬼って呼ばれるのが人が多い時代。あ、そうなんだ、なんで知ってるの、もしかして戦国イケメン戦国してる人。いやいや、ちょっと待って、普通に剣女選んでよかったな、私剣女選んでよかったな。課金はしません。リコチのいろんな声聞けて楽しい、やったね、やったね。武蔵小次郎、武蔵か、鬼武蔵て。政宗第1話読み終えた、疲れたわ、疲れとるやん、あんなに私よりなんか配信そっちのけ。え、政宗はどうですか、ちょっとあの政宗エピソード教えてください。ちょっとこっちとら、あのもしこれイケメン戦国したい人はぜひとも、やばい、もうイケメン戦国でシンデレラタイム発動しちゃってる。僕文系いいじゃん、パッチぴったりだよ、ぴったりぴったりパッチリぴったりです、もはやなかなか素敵ですよ、おじさんですが乙女になりそう。やばい、ほやほやの乙女になっちゃってるじゃん、私ももうほやほやの乙女だよ、一緒に ほやほやの乙女になろう、ジューシーなジューシーなジューシーな乙女になろう私さ、ジューシーって言葉にさ、私さ自分の発言で大爆笑したことがあるんだけど、なんかあのほんと1年前、ほんとこの季節の1年前に、なんかあの1年前にマッサージチェアがあのイオンモールみたいなところに初めて遊びに行った時に、あのその初めての場所であのマッサージチェアみたいなのがあって、でそれで そこにちょうどおじさんが使っててね、それでなんかあおじさんがジューシーになっちゃってるみたいな感じで私が言っちゃったわけ。それがちょっとなんか自分でなんかじわけた、じわってしまった。おじさんがジューシーになるって言葉絶対使わないじゃん、なんで あの時私はマッサージチェアでおじさんがジューシーになってるって言ったの、私やばくない、自分で爆笑したんだけど。でそのジューシーになったおじさんの後のマッサージチェアで私もジューシーになりました、うん、マッサージチェアでジューシーになるってやばくないまだ忘れられてないんだけど、それからなんだかんだなんかジューシーっていう言葉をよく使うことになりました。絶対嫌だ、うん、ちょっとそうおじさんがジューシーになってる、そうからの私もジューシーになったってよって話、ありがとう聞いてくれて、超どうでもいいじゃん。でも私的にはすごいなんか面白かったんだよね、うん、そう言葉選び、そうえすごいジューシーになってたの、本当にもうほやほやだった。やばい、あと2分、やばい、あーみんなありがとうありがとう。39位、としきさん、グリオティーヌさん、タラモさん、ブンちゃん、アンドーナツさん、シワイさん、ミヤティさん、クニちゃん、ピーマンさん、ひまわり29さん、ふさかなおりん、ふさかなりん、おにゅうさんバナナテーブルさん、めっちゃきのこさん、ポムさん、なべさん、チューチューさん、ハゲちゃん、マシャさん、くじまりちゃん、くぼずんさん、伊藤ひろしさん、坂倉さん、小田へそながさん、りょうじいさん、ぼやっきーさん、たつやぽん、きよにいさん、りこたん大好き、チューチューさん、やばい名前めっちゃいいじゃん、たっきゅん、ばぼっさん、渡辺さん、のりみおさん、人生方向おじさん、そして本日の秋元先生役はるるん先生です、ありがとうございます。ジュノラゴさん、ハリーさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はニャルタンさんでした、ありがとう。初めてかな、ニャルタンさん今も見てくれてるのかな、ありがとう。イケメン戦国してる私を最後まで見てくれたの、しかも談笑に乗ってくれるなんて優しい、ありがとう。第2位は角さんでした、角さんもありがとう。いそう、なんかイケメン戦国にいそうだよ、うん、いそう、うん、すぐ切られてそう、わかんないけど第1位はりょたくんでした、リコにガチ恋だって、さすが。
七並べ1位なの見たよ、ありがとう、本当にありがとう。早く並べようね、一緒にリコチのパラダイスになって。ルタパラダイス、ありがとう、ありがとう。みんな、え、最後見てくれてありがとう。リコチワールドありがとうございました。ありがとうございます。最後まで今宵ここまでにいたしとうございます。ジューシーになっていこう、みんなでピチピチジューシーな乙女に。また明日イケメンしましょうって、お疲れ様。もうイケメン戦国、イケメンって呼んでんじゃん。え、たくさん対戦しよう。姫だよ私。あー、姫おやすみなさいませ。じゃあ皆さん、将軍の皆様、姫の皆様、ありがとうございました。15分と見せかけて70分も